楓です、はい、そしてそれいるそれいるあと今回レッドライさんと今プロバト中なんですけれども、はい、プロバト中にこういう状況があって、はい、まあ、今のアプローチはすごく上手だったんですけど、はい、うまい、お、うまい、おー、ナイス、ありがとうございます。いや、うまいです。レッドさんって60度と56度と52度2度ですよね、はい、その中で結構迷われてたと思うんですよ、はい、で60度があって56度があって52度がある中で、はい、結構ラフも深めで逆目なんですけど52度っていうのを選んで、はい、転がすっていうのを選択して、はい、まあ、その52度を選んだこともいいと思いますし、はい、あの転がすって選択をして打たれたのが一番良かったと思います。あの結構私たちもそうなんですけど、クラブ決めるのはもちろんクラブ決めてこれで打つんですけど、はい、そのどっちの球で行こうかなってちょっと迷いながら打っちゃうとやっぱり緩んだりとか、あとは逆にちょっと強く入っちゃうとか、はい、いろんなことが出ちゃうので、はい、一番良かったのは、転がすっていう選択をして打ったことがまず一つ良かったです、はい、でアプローチもすごい良かったですし、はい、これって結構難しいじゃないですか、はい、あの左に曲がっていくラインですし、うん、真ん中まで上がってるんですけど最後はまあちょっと下っていくっていうような感じで、はい、あとちょっと沈みがちのみんながこっちに歩いていくので、うん、やっぱ逆目です、はい、じゃあこれすごい難しいんで、私は58と52しか入ってないので、うん、おそらく58を選ぶと思います、うん、で58の方がもちろん開いてるので、私はやっぱちょっと開き目で打つかなって感じです、うんうん、あの私はどっちかっていうと強く入っちゃうのでなんか先が見えちゃうんですよね、うん、ダラダラダっていっちゃいそうなので、まあ、ただこのロケーションっていうのはやっぱすごく難しいです、はい、なので一回56とかでやってみます、はい、とか60とかでやってみます。 どっちでもさっきは52で成功したんですけど、はい、じゃあせっかく60持ってるので60でやってみましょうか、はい、で60度あるんで開く必要ないと思うんですよね、はい、そうなんですか。なんか60度持った時はすげえ開くけど52の時は全然開かないとかなんかそんなイメージで結構で特にこう手前が長い時とか芝強い時開いてスッと入れようみたいな、うん、いやそうすると60度って結構もう開いてるクラブなので、うん、あんまり開くと今度刃が当たっちゃったりするんで、これはもうじゃこれ普通にこんな感じで、はい、芝ごと行けばいいのかな。あの直接ボールに当てるっていうよりは、はい、やっぱりバンスを使ってあの芝ごと持ってくっていう感じで打った方がいいと思います、うん、であとはちょっと球を上げたいのでその上がるぐらいのところをイメージした方がいいですね。もちろん落とすところもイメージしなきゃいけないんですけど、はい、球の上がり具合をイメージした方がいいです。まずどのくらいに上げようかなっていう、あ、そうそうそう、そういう感じで目線を変えた方がいいと思います、はい、でボールを直接打つっていう感覚よりはバンスを入れていくっていう感覚の方がいいと思います、はい、うん、うまいうまいうまい、そういう感じ。そうすると抜けもいいし、はい、まあ寄っていきますよね。なるほど。全然プロバトのさっきの打ち方とは全く違う打ち方なんですけど、はい、これも使えるし、このロケーションだとどっちもどっちですね。どっちも難しいので、はい、どっちも出ちゃうじゃないですか。52で打ったらバーンっていっちゃうこともあるし、でもそれはないです多分。なるほど。でもあのチャクッとやるのはこっちの方があるかもしれない、はい、あでもやっぱこれで開いちゃってたのが問題かもしれないです、うん、開くのは問題です。でなんかポッコーンつってすげえオーバーしたり、はい、歯入ったりいろんな、もっと深い時はありだと思います、はい、もうそれでも強く振るっていうのはありだと思いますけど、こ、うんぐらいだったら、こんなぐらいだったらそんな開く必要ないです。せっかく60度あるから。60度でじゃああんま開くシーンでないってことですね。どのクラブもそんな開かずに基本ないです。そのロフトに任せた方が、はい、そうです。例えば5258のセッティングで58でいろいろしなきゃいけないときは、はい、多少開いたり閉じたり開いてもいいと思います。56で打ってみましょうか。56で打ったらどっち寄りにするかですよね。52寄りに転がすのか、転がし寄りなのか、60寄りに上げるのか、うん、どっち寄りにするかを決めないとミスになりますよ。じゃあまあ、これもそんな開かず
間ぐらいでいい、はい、いいと思います、ね、全然開かなくていいと思います、はい、うん、うまい、うまい、うまい。でも5、6の分はちょっと転がると思いますし、だからロフトがあるクラブっていうのはこっちのミスは出ますよね。うん、でもまあそこまでのミスじゃないから。あともう一個聞きたいんですけど、うん、アプローチ打つときって今結構直線的に入れ直線的に出そうって肩のなんていうかパターンの延長みたいなアプローチを結構こう短い距離するんですけど、はい、ショットみたいにちょっと前傾っぽくこういった方がいいのか。私はもう絶対前傾変えずに、私はもうコック使っちゃうんで、パターみたいにこうやっては打たないですアプローチは。あの上げたい時ほどクッて上げちゃう。でこういくじゃないですか、はい、でもここで結構前傾通り振るとすごい返る感じがしちゃうんですよ。返さないです。これで返さない。返さないです。打った後はもちろん返しますけど、打つまでは絶対返さないです。だからやっぱり上手い人ってそのシャンクとあちょっとポコンじゃないですけどちょっと殺す球って紙一重なんですよ。私はもうこうやって体も開いてフェースも開いてコック上げてガッて打っちゃうんで、それで球だけを上げて球を殺すような打ち方するんで、それは紙一重ですよね。手が出てるんで。5-2だろうが5-8だろうが。5-2ではやらないです。5-8でしかやらないです。5-6-60だったらそれもあり。60はありだけど、だからそこのバリエーションですよね。いっぱい増えちゃうといっぱいになっちゃうから、だから私2本しか入れないんですよ。で海外に行く選手なんかはもちろん3本とか入れるんですけど、私は選択肢が増えるのが嫌なんですよね。難しくなっちゃうから。だから私はこれしかないって時はそれ使いますけど、そうじゃない時は基本は転がし、もうピッチエンドランと転がしと。58度でも全然転がしていく。全然転がします。だって立てればいいじゃないですか58で。それはこう立てて転がすけど、はい、こういう転がし方はしない。しないです。あ、それこそこうやって打ちます58で。あ、じゃあもうこれでロフトだけ立てて。そうです、そうです。ロフト通りに球を低く出して転がすっていう感じです、うん、だからさっきのアプローチそうですけど、もうそういう感じです。やってみていいですか。いいですよ。なるほどね。やっぱ前傾通りがいいのかな。前傾はもう変えるべきじゃないですよ絶対、はい。おうん、それができるんだったらこっち系の方がいいですかね。なんかこれでやってて、うん、すげえ行っちゃったり全然行かなかったり、はい、なんかこうやってなんかキュキュッとかそこで止まっちゃったり、うん、っていうことが結構多くて、最近アプローチが全然寄らなくて。まあロフトがありますからね。あとはもう芝の抵抗の感じもありますし、芝がやっぱ深ければ深いほどスピンってかかりづらくなるんで転がっちゃうじゃないですか。その辺はもう打ち方っていうよりは、うん、その芝の抵抗の計算になっちゃいますよね。なるほど、うん、だからやっぱクラブが多いと考えることも多くなりますよ、うん、まあただでさえ考えること多いんでね、うん、僕ね。ただ5-2、5-8にすると、うん、5-8で90とか95ぐらいだけど100いくんだけどめちゃ戻るとか。あ、そこなんですよね。でも100ヤード以内全部やらなきゃいけないから、はいはい、60と56で、だから56だとちょうど100ヤードぐらい打てるんで。で私はそっちです。58と52ともう次 P なんで、うん、そこでもう100ヤード以内を全部やります。じゃあ俺も5-2、5-8にして52でそっちでバリエーション増やした方がいいです。52で、100ヤードを打つ練習をした方が、うんうん、フルショットで56で100打つよりいいってことですかね、うん、でも本当に考え方なんですけど、そウェッジ3本でそのままのロフト通りのピッチエンドランをまず覚えれば、それだけでも3種類いけるわけじゃないですか。で私は2本しか入ってないんで、58と52だったらもう2種類になるわけじゃないですか。でも58で、4、5種類打ちますし、52でも3種類ぐらい打つんでもう8種類になるじゃないですか。けど3本あれば何種類にもなっちゃう。10種類超えてきます。そうなんですよ。だからあんまり選択肢が多いのも極端な話、日本のコースってそんないらないんですよね。それよくいろんなプロの方に言われます、うん、で言ってるくせにプロこういうセッティングにしてるから、うん、おいってなっちゃうんですよね。プロほど
結構そういうイージーミスでボギー打ってる子をよくテレビで見るんですけど、うん、じゃあそういうスペックそれいらないよっていうなちょんって打てばいいじゃんっていうのを何回やろうとしてるから、それでボンミスしてる子結構いますよ、ね、それはもうプロもアマも一緒ですよ。じゃあ帰りに5258を早いだからね、レッドさんのミスはね選択肢が多すぎる。確かそうですね、私はもう58でどっちもいけるかな。ボールそのままでいいですか。うん、私はもう58。はい、よいしょ。ちょっとこれはあんまりこのぐらいでね、沈む感じでしょ。58、うん、飛んじゃったか、あ、当たっちゃった、飛んじゃったかな、多分下 2,3 メーター行きましたかね、うん、今、はい、でももう絶対緩まないし、こんな感じ。あ、フォロー出さないです、私は。やっぱ出そうとすると帰ってっちゃいますよね。帰ります、帰ります。面のまま終わらせた方がいい、ね、はい、面のまま。そういう時はちょっと沈むと、まあ、こういう風になりますよね、うん、58で打つ。これはもうミス。でもバーンっていくミスはないです。もう開いてるんで、で私はあんまりヘッド出していかないんで、こっちのミスはありがちです。ちょっと緩んじゃう時っていうのはありがち。だから自分のどういう球が打ちたいかだけ分かってれば、まあしょうがないかなって思えるじゃないですか。難しいから、あ、こうなっちゃったよねみたいな。今のちょっと沈んじゃったからこうなりがちですよね。52とかで打つと多分大きくなっちゃうんですよ。こっから52でなんか転がすイメージはあんまりしにくい。私はないですね。寝てるクラブである程度しっかりパチッと打ってた方が、パチッと打ちます。私は距離感があんま狂わず、はい、だ最初の一発目ぐらい の、 あの、うん、距離感でもしょうがないなって思っちゃう、うんうんうん、パッと頑張って入れようかなって思っちゃう、うん、ここは超えたいので、うん、ここは絶対超えたいじゃないですか、うん、はい、グリーンにはキャリーさせたいので、うん、グリーンまでキャリーするクラブを選ぶ感じですかね、うん、キャリーそこまでキャリーして、あとはじゃあどんだけ転がしたいかで、そうです、そうです、だから転がるクラブを使います。そこまで9でいければ9でいきますし、それこそさっき言ってたこうやってパターみたいにして、あの手首をもちろん使わずにパターみたいにして転がしていきます。だから8番とか使う時もあります。ああ、なるほど、はい、それはもう距離感だけの話なんで。よくなんかこうパターみたいに打つ時こう立てろとかある、歯で打つ人もいますけど、こうこう釣ってここで打つみたいな、はい、またそれも難しいです。余計なことしないわけです、はい、難しいことをしたいんであればそれとことん練習した方がいいです、うん、そうっすよね、はい、そのなんか難しいことを挑戦して、はい、ダメだった時基本ミスしますね。かなりへこむんですよだから余計なことしないで、じゃあシンプルにやってミスしたら受け止める。引き算です、ゴルフは。足し算じゃないです。絶対引き算していかないとダメなんで、あのこれしか寄らない、だからもう極端に言うと、もうバンカー越えのピンが手前のロブショットしかないって時はロブショット使いますけど、うん、そうじゃない時はロブショットなんか基本いらないんですよ。基本は転がし。そう、うん、でもさっきほらあれでも言ってたじゃないですか、うん、60を開いてこういう風にしてって考えてるっていう、それはいらないです。わかります。それ使わなくても寄るじゃないですか、他ので。だからそっちで行った方がいいです。わかりました。もう省く。はい、ということでアプローチ悩まれている方はぜひ参考にしてみてください。それではまた次回の動画もお楽しみに。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。また